上田雅子さんとかともよく喋るんで、うん、そのもう意見を集約してこちらです。え？え？あの中にですね、これわかります？あの酒井さんが以前作った冷凍睡眠の小道具があるんです。コールドスリープやん。コールドスリープのやつを入れる場所として、やるのがいいんじゃないかと思ってます。え、まだあんの？まだある。あのまだあって、うん、あの雅子さんが一番嫌なのはこれなんです。どうせだったらこれをここに入れて、いや確かにね。閉めて雅子さんの見えないところに。持っていくのがいいと僕は思ってます。確かに酒井くんの発明品だったり小道具をここに詰め込むと、ちょっと待ってください、他がちょっと待ってすっきりするかも。それあの酒井さんの酒井さんのって言うけど、はい、僕は長田監督に頼まれて作ったから、はい、ああそうだった、うん、そうだった。でもまた使うって酒井さんが言ってたって言ってない言ってない言ってない 言ってない。捨てても大丈夫だ。捨ててもいい、捨ててもいいよ。捨てたいよ。いや捨てたあかんかと思ってた。これ捨てたあかんってすげえ揉めてた時期がありましたけど、もう捨てていいんだ。その最初期はそれでやばいやばい、はい、やばいやばいってなったらやばくなるから、もうそうやったらもう喋らんけど。じゃあ聞きます聞きます。やばくなかった、ごめんなさい。僕は作っただけやから、その作った人に責任を負わすのはちょっとおかしいと思う。違う、ね、僕が責任を負ってる発明品とかは一個もヨーロッパハウスに置いてない。じゃあこれ問題提起、問題提起今日できてよかったっすね、うんうん、じゃあこれ捨てても、それを捨てるっていう回をやろう。全員でも酒井さんが残したいと思ったんだよ。全員そう思ってました。全員そう思ってました。で、なんで言うの？分からんかった。言ってたよね。よく言ってたんです。よく喋ってたんです。いや、よう喋ってた。なんでこれ、はい、あ、このスペースは後や。とりあえずこれの裁判しよう。これの一旦飲みに行く、飲みに行こう。飲みに行く。いやもうそれをなくそう。その理由があったんや、教えて。それ言ってた、すげえ言ってたけど、なんかみんな分かってなかった。誰も分かってなかった。みんな分かってなかった。誰にも届かんねん。なんか、いや、なんだか怖かったんや、いるのって聞くのが。いらん、知らんでいるんやろってなるからさ。みんなで大掃除した時いつも話題に上がってましたからね。これは話題に上がってたんです。いらんのよ。まあでもよかったよ。今よかった。ここでちゃんとテレビの前で酒井さんはテレビの前でそれが違うって。よかった。いやすごいよかった。よかった。勇気持ってきたよ。そうこれ怖かったんですよ。いや本当にこれのことを触れるのはみんな怖かったんですよ。でもそうなってんのがおかしいんだから。それがだから伝わったのが良かったし、実際上田雅子さんも酒井さんがって言ってたから、行こう。そう、雅子さんが言いに行こう。まず本当に見れないよね。見れんなんかないよ。いや、めちゃくちゃあんのかなと思っててさ。作って撮影で使ったらもういらんのよ。なんだったらこれまで2回ぐらいそういう大きいゴミを捨てるチャンスがあって、我々掃除してたんです。その時にこれは捨てれへん。いや、違う違う、これはそんでさ、そうさ、もういいです。違う、いや、完璧に溶けたんですよ。完璧に溶けたんですよ。もう終わりや。完璧に。もう終了。ほら、もう完璧に誤解が解けたの。誤解が解けたんだけど。完璧に解けたの今。もうあのスペースはもう触らない。それは捨てる。このスペースも作らんくなった。スペースは？さっきのエミもう消してるやん、もう。もうない。もう消してる。さっきのスペースはでももう別やんか。コールドスリープと。ヨーロッパ企画の暗い旅。我々ヨーロッパ企画が身近な旅に出る実験的ドキュメンタリーバラエティ。ボードゲームをしたり、象を頭に乗せたり、いろいろやってます。毎週土曜24時30分から。